眠い。おはようございます。おはようございます。みきまるです。ただいま、朝の5時でございます。めっちゃ眠い。あ、どうしよう。すっごい眠いんだけど。ということで、今日は高校3年生の次男ですね。高校生活最後の遠足ということで、今からお弁当を作っていくんですけれども、楽しくウォーキングをして、お弁当を食べましょうみたいな感じで、まあそれが、ちょっとした春の遠足みたいな感じなんですけど、小学校1年生からちょっと待って、なんか喉がカラッカラ。コーヒー。もう眠すぎてあくび止まんない。今日体がさ、なんか体が重いよ。とりあえず、パパッと朝ごはん作りまーす。フルーチェ。朝ごはんね、フルーチェ。フルーチェは次男が大好きなので作ります。100均のフルーチェなので少なめのやつですね。牛乳 150g 入れるタイプのやつです。 150g だって150ml 入れるやつですね。だいたいね、牛乳 150ml ってどのぐらいなのよ。 150ml。
Thank you.